こんにちは、松原です。今回はですね、サイトのファビコンと呼ばれる部分の設定をしていきたいと思います。ファビコンって何なのかっていうところなんですけども、ファビコンは例えば Facebook とかいうサイトだったら、ここに小さく青い四角の中に白く F って書いてますね。 Facebook の独自の画像、この部分がファビコンですね。YouTube であれば赤いこの再生マークで、僕のブログでしたらこのようなロゴをここに出しています。で、皆さんのブログは最初初期設定は Stinger 5の5っていうこういう画像になっていると思いますので、これを独自の皆さんオリジナルの画像に変更する方法をこれから解説していきます。はい、では早速ダッシュボードに戻っていきましょう。はい、まずはプラグイン、インストール済みプラグインってところをクリックしてください。はい、そうすると、一覧が出てきますので、その中のオールインワンファビコンっていうところを見つけてください。これは前のチャプターでも、一括で、入れているプラグインの一つですので、入っているとは思います。入ってなかったらオールインワンファビコンと検索してインストールをして有効化というところまでやってみてください。はい、で次に、ここのオールインワンファビコンの設定をしていきます。セッティングスってところをクリックしてください。そうするとこのような画面になります。で、これをやる前になんですけども、皆さんできたら、そうですね、よいしょ、こんな感じの画像、これは、縦が100、横が100ピクセルですね、100ピクセル ×100 ピクセルぐらいの大きさで、構いません。そんな大きい画像じゃなくても、どうせあのタブになってしまうとかなり小さく表示されるので、縦が100、横が100ピクセル以内に収まるような画像を用意しておいてください。はい、で用意できたら先ほどの画面、このオールインワンファビコンという設定画面に戻ってもらって、これですね、ピングフロントってところ、あ、そうですね、で画像、ごめんなさい、画像の形式なんですけども、画像は必ず、ピングイメージ、PNG イメージという種類の画像を作ってください。はい、それで、実際ワードプレスの方にこのファビコンを設定していくんですけども、こちらアップロードというところをクリックしてください。 PNG フロンテッドというところのアップロードをクリックしてください。そこで、皆さんが作った画像を選んで開くってやります。でこれで変更保存ってやってみてください。そうするとこのように、入ります。はい、次はこの状態ができたら、今度は外観の中のテーマの編集って言ってください。またちょっと難しい文字列が出てくるんですけども、今回は右のテンプレートと書いてあるところのヘッダーっていうところを探してください。ヘッダーをクリックしてもらうと、Stinger5 なんとかのヘッダー.php って出ます。この部分で、ある一行を消していきます。で、そのある一行の消し方なんですけども、皆さんパソコン、Windows の方でしたら、コントロール押しながら F、待ってくださいね。コントロールプラス F ってやっていただくと、このように検索窓が出ます。ここに SHORTCUT ショートカットって入れます。そうすると該当の箇所がこのようにハイライトされます。で、このカッコリンク、
REL、レル、イコール、ショートカットアイコン、イコール、ダーテて、ここまで、この一行を消してください。もう一回やりましょうか。もう一回やりましょうか。このテンプレートの中のヘッダーをクリックして、ヘッダーに変わってるのを確認して、このリンク、リンクレル、ショートカットって含まれている一行ですね。リンクレル、ショートカット、アイコンって含まれている一行を、これを消します。はい。消したら、ファイルを更新ってやってみてください。ファイルの編集に成功しましたと出ますね。はい。そうすると、一度、サイトの方を確認していただくと、はい、このようにオリジナルのファビコンが設定できました。画像を作ってしまえば簡単にこのように設置ができますので、ぜひチャレンジしてみてください。